4レース1乗戦弱で勝ち上がりました和歌山の助選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はエス取りに行く形、まあ、結局中断になりましたけども、組み立てっていうのはどういう形だったでしょうか。まあ、基本は中段から組み立てで、まあ、後ろになるぐらいなら前からっていう感じでした。はい。まあ、実際順番に切っていって、まあ、中段に入るかなっていうところを3番手、村田選手が飛びついていましたけども、あの辺りっていうのはどういう風に見られてましたか。まあ、村田に任せたんですけど、まあ、ちょっとやっぱ尾形君が格上の相手ということで、まあ、中段通るかなと思ったんですけど、内行っちゃったんで、まあ、そこを見極めてから僕の踏むコースを考えてた感じですか。まあ、バックぐらいまであれが続いて、まあ、最後、まあ、踏み上げてきたわけで2着になりましたけども、はい。まあ、伸びてたなとは思いますけども、ご自身の感覚っていうのはどうですか。まあ、やっぱもうちょっと上積みというか感覚が上がってきてくれればなと思います。はい。まあ、オールスター小田原 と、 ちょっと連戦が続いて、まあ、暑い中ですけども、やっぱりちょっと疲労感っていうのはありますかね。そうですね、移動もあるし、まあ、若干疲れがないといえば嘘になるので、まあ、その辺うまく付き合いながら頑張っていきます。まあ、ここ向こう町今回で最後の一旦最後の回戦になりますけども、やっぱここっていうのは思い出はたくさんありますかね。そうですね、まあ、ヘアショーなり、新人の時に合宿等で、まあ、使用させていただいたので、まあ、思い入れなのバンクですね。はい。ここ最後近畿勢でやっぱりしっかりと盛り上げていきたいっていう。そうですね、近畿勢で、しっかり勝ち上がって、小田原みたいなレースできたらいいと思います。わかりました。では、最後に二次予選最後の意気込みをお願いします。明日も頑張ります。応援お願いします。